1周年おめでとうございます。この土地がますます栄え、皆様の笑顔があふれる小豆島でありますように、思いを込めて踊らせていただきます。マホロバです。先代の国友須賀という一人の女性の情熱から始まりました。
この世の中をの無気力、無感動、無責任、いろんなそういったちょっとね寂しいエネルギーをもっと元気にしていきたい、人の笑顔に変えていきたいなということで、この踊りを使って活動を始めました。太田さんと出会ったのは去年ですよね。本当に本日おめでとうございます。世界が闇、動物たちが姿を消し、人々が愛し合うことを忘れた時、虹の戦士が現れてこの世界を救うだろうという古いネイティブインディアンの伝説があります。今この世の中がその状態と同じとは思えないです。まだまだこれから希望はありますけれども、もしあなたの目の前で悲しい思いをしている人がいたら、辛くて一人で抱え込んでいる人がいたら、私たちは手を差し伸べて抱きしめていきたい。そのできる強さと勇気を持っていたい。そしていつも私たちをいろんな形で支えてくれる人にありがとう、そして間違った時はごめんなさいが素直に言える、そんな生き方をしていきたいねと、それをレインボーチルドレンと一緒に活動しております。最後の一曲はレインボーチルドレンからメッセージを込めて、この小豆島がこれからも笑顔あふれる素敵な土地でありますように、そして風神さんの活動がこれからますます栄えていきますようにと願いを込めて踊らせていただきます。ぜひ手拍子、掛け声、心拍子で一緒に子どもたちからのパワーを祝福とともに受け取ってください。どうぞ最後一曲よろしくお願いいたします。Label life, label life, label life.
写真やないき、美容やき。すごい思いました。めっちゃスローで。なんだこの、このゆっくりさ。みたいな感じで。ほんと、こっち聞けたら全然。さあ皆さんもぜひ踊れる方はご一緒に上がってください。